皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくりマリサです。今回の動画は日本百名山の一つ、潮見岳の雑学を紹介していくよ。山名から察するに、潮見ゆかりのある山であることが伺えるな。名前の由来はいろいろあるんだけど、かつてこの山で修行をしていた弘法大師が、一心不乱に祈りを捧げていたところ、その思いが天に通じて、空から潮が降ってきたことにちなんでいると言われているんだ。人知を超えた頂上現象をもたらすあたり、弘法大師の徳の高さが読み取れるが、潮ってお清めや汚れを払うために使われるものだから、あまりいい意味合いじゃない気もする。かつて潮は貴重品だったから、非常にありがたいことだったのは間違いないと思うんだけど、よくよく考えたらただの潮対応だった可能性もあるというね。これには弘法大師も、さぞしょっぱい思いをしたに違いないだろうよ。潮だけに、しょっぱいってね。全然うまいこと言えてないから次行こうか。とりあえず動画の前半で潮見岳のスペックを、中盤で山の自然を、後半で代表的な登山道の紹介をしていくのでよろしく。了解した。そしたらまず、この山のスペックから説明していくね。潮見岳は長野と静岡の県境に位置する、標高3052メートルの山です。山頂部は最高峰の北峰と二等三角点の置かれた南峰からなる二つのピークを持った総持峰の山で、南アルプスの中心にどっしりと佇むその姿から南アルプスのへそと呼ばれているんだ。こちらがその写真。丸く出っ張った山体はこれぞ山って感じがするな。へそに例えられることからさながら南アルプスの中核を担う山といったところか。他にもドーム状の形から鉄の兜や巨人の頭を連想して漆黒の鉄兜やずんぐりした黄乳洞と表現されることもあるよ。漆黒の鉄兜とは随分中に心をくすぐるネーミングセンスだが、一体どこの誰が言い出したのか。これらの異名は全て日本百名山の中で紹介されていてね、かの有名な深田久弥が発端と言われているんだ。つまり日本百名山の人は中二病だったってことになるのか。おそらくね。ちなみに図でイメージするとこんな感じ。何このおじさん怖い。ああ、左手がうずく。いにしえの時より小石割れの古傷が悲鳴を上げている。なんか始まった。かつて死の山を制す去り際、戦いで蓄積したダメージが限界を迎え、包帯で封印したはずの私の左手が、言い換えると谷川岳を下山中、疲労が溜まったため、左手にテーピングを施したとなります。ちなみにテーピングのコツだけど、手をパーに開いて、手首の周りに3回ほどずらしながら巻きつけるのが王道で、巻いた部分を温めるとテープが密着して、効果が持続すると言われているよ。中二病遠くから唐突に山の雑学を紹介していくスタイル。それこそがこの動画の真骨頂であることはさておき、潮見岳の山麓にある鹿潮温泉は塩分濃度が非常に高い温泉として知られていてね、その塩辛さは海水に匹敵すると言われているんだ。山の中で塩水が湧き出てくるとは、なんとも不思議な話だな。かつてはこの温泉を煮詰めて作られた塩が、地元の人たちの生活を支えてきたと言われていてね。製塩は現在も行われ、お菓子やお土産などに利用されているんだ。昔から現在に至るまで、温泉の塩が使われ続けていることから、歴史の深さを感じるぞ。この温泉から作られた塩は、山で採れるがゆえに山塩と呼ばれていて、さっぱりとした塩味が特徴で、料理に合うことはもちろん、お清めの塩として使っても効果が期待できると思うよ。悪いことや不幸が続くようなら、この塩を撒いて汚れを払ってみるといいかもしれないな。かくいう私もこの塩を購入して、部屋に撒いたり自分に振りかけたりしたんだけど、全く効果がなくてね。チャリのタイヤがパンクしたり、息で踏んづけてしまった熊の糞を、帰り道でも踏むという不運に見舞われたんだ。タイヤのパンクはともかく、熊の糞は気をつければ回避できたのでは。学習能力の大切さをお伝えしつつ、次はこの山の自然について説明していくよ。潮見岳の属する南アルプスは赤石山脈の別名で呼ばれていて、山頂付近には名前の由来となった赤石チャートの堆積岩が見られるんだ。名前から察するに赤い色をした岩石であることが伺えるな。チャートといえば、高校生御用達の参考書が思い浮かぶが、それは違う意味のチャートだね。岩石を意味するチャートは、真ん中のスペルが E になっていて、海の中でプランクトンや海藻などが圧力を受けてできた堆積岩を意味するんだ。海で生まれたチャートが山の中で見られるのはなかなか興味深いな。
南アルプスが存在する場所は、その昔、海の底にあったらしくてね。地殻変動によって大地が隆起し、現在の山々が形作られたと言われているよ。遥か昔にできた赤石チャートに触れれば、歴史の深さを感じるかもしれないな。なお大地の隆起は現在も進み、年間4ミリずつ高くなっているらしくてね。潮見岳の標高が富士山を追い抜き、日本一高い山になる日を、今か止まっているんだ。それは一体何年後の話だ。約18万年後の話です。とっくに死んでるだろ。饅頭は不死身であることは置いといて、潮見岳の中腹には標高2582メートルの三福峠と呼ばれる日本一高い峠があってね。ここを境に南アルプスは南と北に分けられるんだ。日本最高所という肩書きはもちろんだが、南アルプスを分類する上でも重要な場所であることが伺えるな。南アルプスの分け目として、その中心に位置することから、三福峠こそが南アルプスのへそと呼ばれるべきだと私は思っているよ。これはなかなか鋭い指摘だと思われる。そんな南アルプスの中核である三福峠は、後ろ立山連峰の張ノ木峠と、秩父の狩坂峠とともに、日本三大峠の一つに数えられていて、全国の峠マニアたち憧れの場所となっているんだ。日本の主要な三つの峠に選ばれていることから、人気の高さが伺えるぞ。三つ全部制覇すれば、なかなかの峠通かもしれないな。潮見岳には行かず、この峠を目当てに訪れる登山者もたくさんいてね。峠の頂上から潮見岳に伸びる稜線には、色とりどりの高山植物が咲き乱れるお花畑があるんだ。三福峠の見どころらしいから、ぜひ花が見頃の時期に尾根沿いところだな。見通しのいい尾根沿いにひたすら続くお花畑は、圧巻の一言でね。綺麗な高山植物に囲まれながら、美しい私が稜線を歩いていく様は、まさにインスタ映えの極みだと思うよ。意味不明の極みの間違いでは。私の意味不明な美しさも分かってもらえたところで、次は代表的な登山道の紹介をしていくよ。今回は鳥倉登山口から三福峠を経て山頂に向かう、一番一般的なコースを説明していくね。初めて潮見岳に挑むなら、ここから登れば間違いない気がする。この工程は通常一泊二日で登られることが多く、頑張れば日帰りで行くこともできるんだけど、実際に登ってみるとかなりハードで、何度も心が折れそうになったんだ。元経験者がこう言うので、日帰りはかなり難しいみたいですね。実際に私が挑戦した時には、辛くも登頂こそしたけど、ただ行って帰ってくるだけのつまらない登山になってね、なんともしょっぱい思いをしたと、終わった後に後悔したよ。潮見岳に、しょっぱいってね。一番しょっぱいのはお前のくだらないコメントだ。潮見岳の登山口までは、マイカー規制がかかっているから、林道ゲートから1時間ほど舗装路を登っていく必要があるんだ。まずは登山口までたどり着くのが、最初の目標になるわけだな。帰り道の話になるけど、同じ林道を下っていくのはあまりにも味気ないので、自転車を登山口まで担いでいけば、スムーズに下山できると思うよ。こんな素晴らしい名案を思いついてしまうなんて、私ってもしかして天才。すごく腹立たしいが、霊夢にしては気の利いた考えだと思われる。自転車を担いで歩いていくと、鳥倉登山口の看板が見えてくるよ。ひとまず登山ポストにカードを提出して、登山の準備を始めたんだけど、すでにたくさんの自転車が登山口周辺に置かれていてね。私の考えた天才的な作戦を、他にも思いついた人がいたことには驚かざるを得なかったんだ。考えることは皆同じだった。ひとまずチャリを下ろそうとしたんだけど、タイヤがブカブカでとても走れる状態ではなく、よくよく考えたら、出発前に空気を入れ忘れていたことに気づいたんだ。ああ、これはやらかしたな。どんなに完璧な計画も、破綻するときは破綻する。これぞ世の中の真理だと感じざるを得ないね。何達観してやがるんだこいつ。自転車の現実から目を背けつつ、登山口から三福峠までは樹林帯の急登が続いていて、登山道の途中には三福峠まで何合目かを知らせてくれる山看板があるんだ。どのくらい登ってきたかを知る、いい目安になりそうだな。山頂まであと200歩の看板が見えたら、三福峠は目前でね。ここまで来れば楽勝だから、ふざけてメガネを逆さにして登っていたんだけど、道端に転がっていた熊の糞を思いっきり踏みつぶしてしまったんだ。あまりにも間抜けすぎる。家を出る前に山塩でお清めしたのに、こんな不幸な目に遭うなんて。まあいくら私が天才でも、視界がぼやけていたら気づけるもんにも気づけないか。真っ先に気づいてほしいのは、己の知能指数の低さなんだが。
私の知能指数は53万であることはさておき、三福峠にたどり着くと、宿泊地として人気の高い三福峠小屋が見えてくるよ。例年7月の頭から9月の終わりまで営業している、非常にサービスの行き届いた山小屋でね。宿泊の他にも、売店やテント場、有料トイレなどが充実してるんだ。ここで一泊して、翌日潮見岳に足を運ぶのが鉄板といったところか。宿泊せずとも、休憩所として立ち寄っても良さそうだな。私もここで一服しようとしたんだけど、どういうわけか周りの人が、私のことを避けているみたいでね。足元の異臭がひどいからと、小屋に入るのを拒否されたんだ。こういうのをスメハラと言います。その昔、世界三大美女の一人であった楊貴妃は、脇髪に悩んだと言われていてね。彼女も私と同じような扱いを受けたと考えれば、彼女の悩みもよく理解できるんだ。世界三大美女と、熊の粉臭を撒き散らすクソまんじゅうを同列に見ないでください。私の方が格上であることは置いといて、休憩を終えて三福峠を後にすると、変化のないアップダウンの稜線を歩いていくよ。しばらく進んでいくと、お花畑に囲まれた尾根の向こうに、誰かが一人でくつろいでいるのを発見してね。近づいてみるとめっちゃタイプの山があるで、深くにも一目惚れしてしまったんだ。これは話しかける絶好のチャンス。ひとまず彼女と親睦を深めるため、そっと耳元に近づき、三福峠のお花畑が綺麗だね。でも君の方が綺麗だよ。と、最高にかっこいい決め台詞を囁いてみたんだ。かっこよすぎて寒気がします。そしたらどういうわけか、彼女はぶるっと寒気を感じ、逃げるようにその場を去っていってね。別段体調が悪そうには見えなかったんだけど、一体何があったんだろうか。きっと彼氏のことを思い出して、急いで追いつこうとしたんだと思うぞ。彼氏持ちじゃないことを祈りつつ、樹林帯の尾根道を進んでいくと、本谷山に到着するよ。かつてこの近辺では、大規模な落雷事故が起こったことがあってね。詳しくはこちらの動画で解説しているので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。この動画では、山における落雷の危険性と、心肺蘇生の基本について解説していたな。山の天気は変わりやすいから、予期せぬ悪天候に見舞われることが往々にしてあってね。もっとも、私クラスの天才ともなれば、風の流れや雲の動きから、今後の天気を見切ることぐらい朝飯前だけどね。雲の糞も見切れない奴に、天気の先読みなんかできるわけないだろ。潮見小屋の手前まで来ると、登山道が一気に険しくなるよ。この辺はゴロゴロした岩場になっているから、落石に注意が必要でね。小屋が近づくにつれて、チャートと呼ばれる白い岩石が目立ってくるんだ。先ほど出てきた赤石チャートとは、また違ったタイプの岩石みたいだな。こちらの白いチャートも出来方は同じで、プランクトンの死体が海底に積もって形作られたものでね。成分の違いで、配色に違いが出ているらしいよ。チャートの生まれた環境で、出来上がりに違いが生まれる感じか。ちなみに数学のチャート式は難易度の違いで配色に違いが出ていて、一番難易度の高い赤チャートともなると、東大京大レベルになるんだ。なお数学が苦手な私は、白チャートが限界だった。ちなみに私もバリバリの文系だから、白チャートまでが限界でね。表紙を赤マジックで塗りつぶし、赤チャートを使っているように見せかけることで、周りのみんなにプレッシャーをかけるのが、学生時代の喜びだったんだ。救いようのないゲスまんじゅうが、故に友達がいなかったことは置いといて、ガレバの急登を登り切ると、山頂直下に位置する潮見小屋が見えてくるよ。こちらも三福峠小屋と同様、7月の初めから10月中旬の夏の期間だけ営業している山小屋でね、宿泊はもちろん、冷たいジュースや軽食も売っているから、休憩にちょうどいい場所となっているんだ。体力に自信があれば、ここで一泊していくのも悪くないか。ひとまず最後の登りに備えて、ここでゆっくり休んでおきたいところだな。そんなわけでコーラを飲みながらくつろいでいたところ、先ほど出会った山ガールの姿を見かけてね。早速話しかけようとしたんだけど、隣には彼女とおソロの服を着たスキンヘッドの男がいて、二人は仲睦まじく会話をしていたんだ。これはきっと彼氏さんですね。ひとまずこの邪魔者を排除すべく、ちょっと高いけど焼酎を購入し、中に下剤を仕込んで、彼に飲ませてやることにしたんだ。やり口がハンターハンターに出てくる、新人潰しのトンパみたい。二つ名は恋人潰しの霊夢であることはさておき、話を聞くとどうやらこの男、現役の忍者らしくてね。忍びの習性でな、人からもらった飲食物は喉を通らねえんだ。と断られてしまったんだ。彼氏さんは半蔵でしたか。
隠して恋人潰しに失敗した私は悔しさで頭の中が真っ白になってね。ちょうど手元に焼酎を持っていたから、ぐっと一気飲みして、なんとか憂さを晴らすことができたんだ。とりあえずカップルのイチャイチャは見るに耐えないから、先を急ぐね。潮見小屋からは香木がほとんどなくなり、背の低い灰松体が現れ始めるよ。運が良ければ雷鳥に出会えることもあるので、足元に注意しながら進んでいきましょう。ここら辺は遮るものが少ないから、トイレをするのも難しそうだな。小石だらけの不安定なガレバに出ると、登山道最大の難所である、岩が見えてくるよ。落石の頻発する滑りやすい場所では踏ん張るところを見つけるのすら困難なんだ。つまりもしここら辺でお腹を壊したらどうしようもないってことか。そういうこと。ひとまず用を足す余裕なんてないからひたすら我慢する以外に方法はなく、天狗のように顔を真っ赤にして潮見小屋まで耐えるしかないと思うよ。さて、薬が効き始めた後が見物ですな。真っ赤になるで思い出したけど、頂上が近づくと赤色チャートの他にも緑色の緑色岩が目立つようになってね。緑色岩は名前の通り美しい縞模様が特徴的な岩石で、日本では主に庭石として利用されているんだ。岩石の色が変わっていく様子を感じたら山頂は近いか。二等三角点の置かれている西方の頂にたどり着くと360度のパノラマが広がっていてね。北岳や愛の岳、千畳ヶ岳といった南アルプスの名だたる名峰に加え、雲海の上から顔を出す富士山の眺めが素晴らしいんだ。長い行程を制して山頂から素晴らしい景色を一望できれば感動もひとしおだな。ここから最高峰の北峰までは10分ほどで往復できるので、余力があればぜひ足を運んでみてください。せっかくここまで来たなら最高峰まで行かない手はないな。そんなわけで私も北峰に行こうとしたんだけど、この時緊急事態が発生してね。突然お腹が痛くなりだし、急にトイレに行きたくなったんだ。ついに薬の効き目が出始めたか。とりあえず小屋まで行かないとトイレがないから、大急ぎで下山を開始したよ。ゆっくり霊夢ともあろうものが、山頂で全然ゆっくりできないなんて、天は我を見放したか。とうの昔に見放したと思います。ひとまずトイレには間に合ったんだけど、30分以上立てこもる羽目になってね。なぜこんな目に遭ったのかを考えていると、あの忍者の顔が思い浮かび、奴が卑怯な忍術を使って、私をはめようとしたに違いないという結論に至ったんだ。特大ブーメラン一丁入りました。ひとまず半蔵をとっ捕まえるべく、携帯トイレを何個か購入して下山を開始したんだけど、奴の逃げ足は速くてね。私との戦いを恐れて逃げの一手になるのもわかるけど、男なら正々堂々勝負して、当たって砕けるべきだと思うんだ。いろいろ突っ込みどころはあるが、単純に眼中にないだけだと思うぞ。あと半蔵って言っちゃうのな。すでに足はフラフラ、お腹はゴロゴロの状態で半蔵を追いかけていき、三福峠をちょうど越えようとした、まさにその時。息で踏み抜いた熊の糞を、またしても踏んづけてしまったんだ。学習能力がなさすぎる。隠して足はフラフラ、お腹はゴロゴロ、靴はプンプンの満身創痍になりながらも、なんとか登山口まで戻ることができたんだけど、半蔵の姿は見失ってしまったよ。しかし私は諦めない。最後の最後、私にはここまで担いできたチャリがある。これに乗って猛スピードで追跡すれば、まだ追いつける可能性はあるはず。でもタイヤに空気が入ってないんじゃ。そうとわかれば急いで自転車に乗って追いかけるよ。しかしサドルにまたがり、私が自転車に全体重をかけた、まさにその時。タイヤが二つとも破裂して、完全に使い物にならなくなってしまったんだ。あまりにも、愚かすぎる。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考に、より良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。